韓国外交部は公共は長官が17から19日、英国ロンドンを訪問すると12日、明らかにした。公長官の英国訪問は就任後、初めてである。外国部によると、公長官は18日、英国のジェレミー・ハント新任外相と第四次官、英外相戦略対話を開催し、 韓国と英国の二国間関係、朝鮮半島情勢、グローバルな話題など共同の関心事について協議する予定だ。韓、英外相戦略対話は両国の関係だけでなく、主要地域の情勢やグローバルな経安関連の協力増進を目的とし、2014年に発足した。2014年1時。 2015年2時、2017年3時会議が開催されている。なお、校長官は同日、英国の上院会議員らと昼食会も実施する。19日にはチャタムハウス公園などの日程を消化する計画だ。